こんにちは。本日どうぞよろしくお願いいたします。先生まゆこさんとデザイナーのゆうやたかはしです。あれだけ顔 NG 顔の NG ってやってたのにまんまと出さなきゃいけなくなる。やってます。100万回人に説明してるんですけど、まさかビューイのデザイナーさんがこのムスシみたいなのか思ってない。営業妨害です。ゆうやさんです。さて、お店がまずオープン。ありがとうございます。広くなった。そう、前はそう半分いかないくらい。本当、まあ、でも 2.3 倍かな。バックルームね、裏はめっちゃ広かった。まあそうだよね。でも相変わらず小物とかあれどうやオーダーメイドらしいじゃないですか。そうなんですね。そうですね、作りましたデザインも、ね、こだわりの限りね、こだわりの家具です ね、 ね、高いだろうねこれ。若々インク、そう、若々インクっていう友達がやってるところでデザインしてる。お、あ、背筋が伸びるでしょ。曲がってるけど、曲がって、体幹を使って、曲がって、体幹を使って、体幹を使って、ここは何をするの？お客さんに、リングの、まあ、要は相談とか、注文とかの時に、まあ、あとでも全然そうじゃなくても、まあ、お客さんが来られて、まあ、男性の方が待ってくれる。さっきもカップがいいんじゃん。でもまあメンズライブも増えてくるんだよね。もっと増えてくるんですよ。そんな鉄鉄そこをピックアップですか。そこをピックアップ。ほらこれグリーンと淡いグリーンと明るい色のモザイク。今日のスウェットと同じ色ですね。そのために読んだんです。あーら、これ気づかなかった。ブラックアウトが見えるんですよ。これ石？これ石じゃないんだけど、そういうプリントしてるの。そうそうそう、こだわりますね。まあそういうことになりますね。ゆうたかはし、世界のゆうたかはし。これ石ですかね。全然営業妨害です。可愛いですね。いろいろね、こういうラグとかも買ったって、あ、これもあれそうね、嬉しそうに見してきた。はい。ね、こんな感じで。そんな感じで。じゃあ、部屋も。これも、これはでも新しい、小物入れ。小物入れ。大切なリングとかピアス。あ、そうそうそう。なくさないように。これ、なかったよ、でも。ないね。これも本当に、昨日、今日入った。頑張ります。iPhone とかにつけたら可愛いね。これね。iPhone、はい、とかにこれが聞いちゃう。本当に。ありがとうございます。はい、あ、その2つ持ってる。これはもう刻印も入れられたの。今刻印サービスしてるんです。召喚ね。ちょっと私これ持ってるよ。あ、どっち？あ、レザーですか？そう。この色かな。あ、そう。それあれしてるからね。言い当たってて。あ、そうなの、うん、もうちょっともう少しペールでしょ。うん、しますか。今日これ、ああ、ストロップスチョーカー。そう、ちょっとなんかパーティーがある時とかに、普段ほらチョーカーあんまりつけないから私ちょっとパーティーの時とか、 うん、つけない。結構いろいろつけるのにチョーカーつけない。首だけつけないの、なんかね、首だけ未開拓なの。そう、だからでも、すごいつけやすい、この辺は。このさ、石、持ってるそこまで商品商品じゃないって。商品じゃないんだけど、やっぱディスプレイ、うん、そうね、この石ってクォーツをそのまんま磨かないで、そのまんまの状態なの、うん、
磨いたらどうなる？こうなる。へえ。でもその磨かないで、その生のまんまの状態なの。取ったまんま。そう。すごい。取ったまんま。掘って拾ったまんまと思う。掘らないけど。そうそうそう。そこにあ落ちてるの？そこにある。ね、石って落ちてるの？でも石。掘るんじゃないの？コーツだよ。コンコンコンじゃない。だから石もそうかもしれない。そこはコーツだから。そう。すごいいいよじゃん。色いいね。これはもうすごい見つけてやったって感じなんだけど、うん、売ってる人はえなんでこれ欲しいのみたいな。何もまだしてないんだみたいな。いいのこれでみたいな。そう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 いう感じ。ちょっと値段安くけど。いやまあそうだね。えそうだね。磨く前に。そう逆に。そうだね。そうだね。工程変わらないけど。これとか見たことないでしょ。これは多分ね実際叩いてる。石なの。これ石てかこの石の紹介アクセサリーというかなんかやっぱつけた女性のそう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 トータルコーディネートみたいなヘアを含めてもともと美容師さんなんでかなりの知ったでしょ知ってんの、ね、前から知ったけど忘れてたもうコレクションを某ブランドハイブランドのコレクションを重視ってたいやいや全然重視ってないしだからやっぱトータルね大事だよね私ね今首だとこれがね、可愛いなと思った。意外にお持ちじゃなかったんですね。そうなの。持ってなかったの。カジュアルでも今日だったらシルバーかな。だよね。今日だったらシルバーが可愛いかもしれない。でも、練習いる？近く3000円なのほらあ、かわいいじゃんかわいいかわいいかわいくない？あらつけたまま行こうじゃあ、うん、あ、いいねこのまま見せなきゃ出ないですねダメですよ、皆さん試着したまま逃げちゃうこれもかわいいよねえ、持ってないんだっけ持ってない、これはそう意外チョーカーいいよでもブリューって言ったらヘアアクセだけどチョーカーをつけてる人も最近よく見るまあまあ、うん、もうちょっとヘアだけじゃなくなってるよねそうだね人によってはイヤーカフとか、うん、キムチよりイヤーカフとかブリューティーはチョーカーとかそうねもうそれ全般になってきた私これ持ってますあこれありがとうございますこれはですねおちょうど、ゴムプリゴムこれいいんだよ、絶妙でベージュが可愛くてこれは、まあ、自分でやるとちょっと花火が近くにないのでざっくりやるとこうやって結ぶでしょいつも通りでこうやって遅れて垂らすでしょちょっとこうやるでしょそしたらここのフック私ね、ヘアアレンジ全くやんないの普段、できないからそんなそんなアリスエが本当にピュッてかけるだけなんだよね完了すごいできてるできてますそうなの可愛いでしょこれ私お気に入りでも羽は結構デザインさデザイン性があるから服と喧嘩しそうな時はこっちにしてるあっえこっちを持ってるもんねそっちも持ってるです、実はこっちはあ、こっちめっちゃさすめっちゃさし始めためっちゃさすめっちゃさすよここ気になったら終わるかな今やっぱりあれですか、フリー的にはシルバーミックス、シルバーとゴールドのミックス推しですよねまあそうだね、まあ、ね、ってやっぱ結局もう本当にその人自身が、うん、その人自身を似合うようなスタイルを、うん、探してほしいっていうのがあるからでもアリスはやっぱりミックスだよねそうだね、私今ミックスでも古いにアイテムを集め始めてからシルバーをつけるようになったそれまでオールゴールドのものはシルバーの概念なかったへぇそう、だから古いに来てからシルバーをつけるで、今シルバーの逆にちょっと多いかもぐらいだやっぱそのカジュアル感、シルバー似合う感じだけどね。ありがとうございます。そんな感じで、ヘアアレンジとか後でちゃんと言うのをお戻しします。もう
お部屋あるじゃん、俺ですよ。え、嘘ちゃんとやって、うん、なんかあるでしょ。えそう、だから、そうね、シンプルな時はこういうデザインのやつみたいな感じがこの辺で、まあ、私ね、夏はこの辺つけております。お、これ、あ、そう、はい、コーラルのピン、意外ですね、お持ちなんですね。そう思ってました。でもコーラル、なんか逆にちょっと見づらいとことかにピュンとつけたり、ちょっと耳のよりこう下だと、そうそうそう、主張しないところ、大人っぽく、そうそうそう、なんか下の方に結んでこの辺にピン。でも基本的にはお店に行った時にピンのスタッフさんのやつを見て、うん、ありがとうございます。ありがとう。何ついてるこれ、全然見えなくてわかんない。ダブルフェザー、この辺は夏いいね、夏。そうだね、サマーゾーン。まあ、詳しく言うと、うん、この石だよね。だから、石行きましょう、一回石に行きましょう。これ、壊れそう、安くて大変。ちょっとビビった裏エピソードとしては、そうそうそう、怖くてビビった。ビビった、大丈夫だった。あ、これあれじゃない、そう、ダブルフェザー。ダブルフェザー、そんなのもあった。これ、あれだ、幸運のダブルフェザー。え幸運、ダブルフェザーは幸運の、あ、幸運のって言うんだね。こういうのは下にピンってつけて片方だけ止めたりとかしたら可愛いね。そう、今なんかちょうどいい感じね。え、うん、衣類的におすすめ位置、もうしっかり頭に、うん、つけて、まあ、何がいいって簡単なところで、アレンジ苦手な人はこういうやつでいいかも。手先が不器用だから、こういうのパンで終わりくらいの方がありがたい。自分不器用なの？はい。え？そう、自分不器用ですよ。あと、先生思うのが、自分不器用ですか？今日のデザイナーズね、デザイナーズそう、あの一個思ったのは、結婚式とか私の世代もういいくなる年なの、ね、呼ばれるのが 26、ね、これから多分 7、8 呼ばれる、そうだよ、その同世代で、うん、呼ばれますね。そう、だからその時になんかもうクリンクリンに巻いて、なんかこうパールとかなんかお花とかつけちゃうより、なんかこういう古いのヘアアクセとかをなんかつけててシンプルぐらいの方がなんかすごい素敵だなって思ってる。そう、ちょっと大人、なんか頑張りすぎてない感じ。だし、こびてなくないなんて、あんまり、うんうん、古いのアクセってこびてないとこが好きなんだよ。まあ、嬉しい。そう、こびてる、こびてないとこが好き。男的には特に、だからデザイナーが男性だからいいのかも、うん、ああそう、確かに男性じゃないとこういう味って出せない気がするんですよ、もっと丸くなる、うん、そう、うん、なんかもっとフォルムが柔らかい感じ。そうだね、やっぱり古いのちょっとなんだろう、こういうさ、なんかこういう質感とか、まあ、なんかわかる、なんかなんて言うの、ゴリゴリしてる感じがわかる、あとこのなんかこのツヤっとしてない感じとかですよね。なんか穴開いてるみたいな。ええ。そうだね。穴開いてる、つけてなくて、これをつけ方教えてください。あ、つけ方。このつけ方。はい。可愛いつけ方。いやいやいや。やっぱりカジュアル面にこのあの普通のクレセントで、それよりちょっとカジュアルになってこのマント、ね、で、その次がやっぱり。こうやってテクシがついてるネイキッド、あれするとかすごく使いやすい、うん、本当にライン好き、んこのライン好き、うん、ちょっと意外ってなってる。本当に一足でしてもいいし、うん、なんかそのままつけてもいいし、なんだっけ、上からつけるんだっけ、わー止まった、すごい上手に、うまいな、合ってる、めちゃくちゃうまい。これは今の取り方はあるだよ、うん、上級者、そうそうそう、上級者。あれはでも上からつけるって言ってなかったっけ、下からじゃなくて。いやそうだよ、上級者のつけ方、今まあ
この長さでこれだったら、うん、そのやり方でここしか止まらないくらい。ああ、角度とかがあるのか。完璧だった。そっか、基本的にはこうロングの人とかがね、つけてるんですけど。だから、隠しピンを使えば。ああ、なるほど、隠しピンって。隠しピンっていうのは、こうやって。そうそうそう。でも今、こうやって、この長さで、こうやって浮いちゃうじゃん。浮く。でもこれを、こういうふうにやって。下を馴染ませてピンで頭に沿わせた角をピンでしっかり止めて、これをクロスするというのを止めて、でこれを落として、手つきがやっぱりこうやってたらしっかり一日、これ一日持つでしょ。持つね。そう、おお、おそれあれ、無視しろ、無視しろ、無視しろ、あれすごいやりたいわ。ちょっとやってみたら、そんなのはいいよ、そんないい加減にしろよ。え、そこまで、そこまで、止まらないと。あ、私もか、そう、画像が止まらないと。私も、止まらないと、いいって、かわいい、ここの位置かわいい。かわいいでしょ。だって前から見たときに、あんまり見えない。そうだ、それがいいよ。でも、横の時見える。そう、それもあるし、さっきやったみたいな、さっきもいいよ、でもさっきのやつもいいし、あとはちょっと小さくつける人もいるから、それちょっとおしゃれ。小さくおしゃれ。注射っぽくつけれる。そう。手つきがやっぱりピアさん。いや、それはそうですよ。何やってなかったですもん。え？ザラにやってなかったです。いや、マジでやってましたし、今もやってますよ。そうなんですか。まあ、たまに切りますけど、カットは。カット、これをね、縦につけよう。あ、本当だ。あ、そうすると、カチューシャみたいでしょ。かわいい、新しい。でも片側だけみたいな。そう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 、だからそれがね、どうやってついてんのか、うん、わかる。だからちょっと上、おしゃれだよね。おしゃれ、上級者。そう、うん、でも、本当に難しくなくて、ピンを止めちゃえば、うん、なんか本当に、なんかいいね、二次会パーティーの時とかに。そうそうそう、いいね。てか、なんなら女の子だったら結婚式とかでも。あ、でも結んじゃったら、もうピンなんかいらないかな、うん、キュッてここに、お腹に通すね、うん、ずらせば、刺さるかな。可愛いね。そうそうそう、これ初めて知りました。ここも2個つけたりする人いるし。確かに最近フリースタッフなんかザンってなってる。ザンなんかクロスしてるザンってなってる。なんか長島さん系で企業系ね。企業系。あ、私もつきます。思った、これとかバレた楽なんです。これそうだよね。そう、こうやって、うん、これつけた。あ、そう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 。あ、本当に、ね、似合ってます。確かに、ありですね。アリス、アリス、アリスじゃなく、アリス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 、アリです。アリオリのアリス、アリオリのアリス、アリエルのアリス、デザイナーです。基本的には全部 AI 買い付けたの。アリゾナとか、ほとんどアリゾナ買い付けしたんですね。じゃあ、まあ、アリゾナで集まるんですよ。じゃあ、この、そんなお金もかかった、箱ごとにお金がかかったところで、私の今、気をつけてみましょう。あ、いいね、いいね、いいね。これは、プロカップの自分が持ってるやつと、今日ちょっと入れてもらったやつとか、あと注文中のものとか、ちょっと入り混ざってるんですけれども、これね、念願の、これ、あ、ネイキッド。そう、かわいいです。
なんかこれ一番最初に作った缶だ。え、そうなの？へえー。なんか黒い中がみたいな。そう。ちょっとアンティーク入ってる。うん、風合いが可愛いね、やっぱ。あとはこれはこの間ゲットしました、オープンの時に。ウェーブ。はい、ウェーブ。ほんの2日前ぐらいに。そう、新入りちゃん。こっちがね、細くなってて圧迫感なくつけるやつ。なんかこうやってると、うん、あれすでにいっぱい上げてるみたいだけど、本当に上げてないんですよ。買ってます。買ってるんですよ。プリンそういうのやってないもんね。そうだね。そんなになんか上げて出してくださいみたいなやつ。そうで、これもこれだいぶ前、初期。これも初期に買った。うん、これはもうね、重ね付け相性いいし。え、ドロップス？ドロップス、ね、これ、そう、いいし、もちろん単体でもいいし、何か大きい石とつけるときに隣にこれとか持ってくるとバランスがすごくいい。これはね、これはもう可愛いじゃん。横に、横もこういう、そうそうそう、なってて、これ。で、これ今注文中です。はい。作って、はい、お店に。なんと一点物、うん、オーダー、プリーはオーダーもあるからいいよね、自分にしか。こうこのピンキーほんとかわいい。なんかなんだっけこれ、石、オパールです。パールちょっとやっぱ石物は好きだよね、女の子は。なんかこう意味があったりとかすると。これもレギュラー、これは毎日つけすぎてさっきちょっとお直ししてもらう縦のやつ。そういうのもプリーちゃんとメンテナンスもプリュー持ってくるとやってくれるので、そこもすごくいいとこだなって思います。ありがとうございます。これからね、できれば長く使ってますね。そう、アクセサリーはね、長く使いたいから。やっぱりこれはね、何にでも合う、本当に何にでも合う。喧嘩しないし、これもね、今日ちょっとこれ始めましたんだけど、ちょっと間隔空けてこうやってつけるとかもあるね。そうそう、いうやつ、こういうこれすごい人気です。あ、そうなんだ。一番人気。そうなの。まあ入りやすいね、何でもあるし、うん、そっかそっか。これちょっと重ね付け用で、うん、今日蹴取ろうかなって思ってるぐらい。重ね付け考えたらマストアイテム。そうだよね。これとこれも今日ちょっと欲しくなってる、私これ。ああ、シェル、これかわいい。これおすすめですね。かわいい。これちょっとつけるとこ場所によって見え方違うかね、ほら、うん、回して自分の好きなところ、うん、私ここが好き、うん、私もそこが好き。同じ月か、ね、あとこれも可愛いね、ピンキー。それ今一番直営店で、あ、サイズかな、一番売れてるの。売れてますね。そうなんだ、はい、直営店で LA の方、ここだ、日本の、ね、直営店で。これ可愛いよ。ありがとう、うん、みたいな感じで今日のフル。あと耳はですね、これね、念願の、これちょっと発売するちょっと前に、あの愛ちゃんがつけてました、三笘の。そうなんです。かわいいと思って、多分商品になるっつって、絶対にしてって言って、念願の。これかわいい、私がここで一生迷って色をで、シルバーにね。そう、ゴールドとシルバーで一生迷って30分くらい悩んで。毎回やん。毎回一緒のやつ。これもレギュラー、ね、これ何？これはボルケーノのイヤーカフです。ボルケーノレギュラー、はい、レギュラーちゃん合いやすい、なんでもってな感じですね。こっちがなんかついてない、まあ、モリモリもあれだから、こう足し算引き算でバランスよく引けるのが取れる。見づらい。見づらい。でも、あの、もっとあります。あ、もっと、一部。もっとか。こういうのさ、お揃いでつけてもいいんだもんね。うん、これだったらメンチつけるの、つけてんじゃん。はい。お揃い。いいじゃないですか。これも可愛いね。こういうツヤっとしてないやつとかだったら、つけやすいのかもね、こういうメンチ。そうだね。あんまり、こういうデザインの別デザインっていうのはないから。これもつけやすいんじゃない、メンズ。そうだね。たださ、これつけてこれとかでもいいよね。そうだね。男の人、女の人で。あら、そういうのも計算されて。そうです。カップルでもつけない。ほんと、お店来た時にカップル多い。あと男の人も多いよね。多いですね。男女の、やっ
やっぱりカップルってセンス少し似てる。わかる。ちょっとやってくるよね、あと。だからやっぱり。わかる。男女のあるとやっぱつけれる話しね。すっごいロックテイストの彼とすっごいカジュアルな彼女とかあんまりいないもんね。うん。そうだね。すごいロカビリーな彼女と。やっぱりロカビリーなところの人だよね。うん。なんかわざわざ付き合ってると似てくるしね。まあそうだね。そうだね。アクセつけてない人でもこれだったら付き合わせるかもしれない。うん。あ、なんか。そうだね。馴染みがいいかも。バキバキ。なんかスタイル的にバキバキな感じじゃないし。あやさんが今結構さ、まあデザイナーだからいっぱいつけてるけど、普通になんか一点つけてる。ああ、そうそうそう。いいもんね。なんかさ、ほら、でもいっぱいつけててもあんまり。シャカリ期間ないの。シャカリ期間ないの。なんかすごいさ、アクセス好きなんだろうなみたいな人数いるじゃん。すごいなみたいな、シャラシャラ好きてるなみたいなっていう風には見えない。なんか、あ、取ったら10キロぐらいある。そう全部取ったら。そう見えない。あ、私の大好きな箱、ここ。ここ、お気に入りの箱。今、今嬉しい。幸せになる、これ、家に欲しいです。この棚。いいね。シェイ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 。飾ってくる。幸せになる。おすすめはこれ。この間私の新入りね。そう。可愛いんだよね、これね。この間か。そう、この間。これもオープンの時。いや、絶対似合うと思う。そして、いただきました。本当に失敗持ってる。私の持ってるものシリーズ紹介する。紹介したいな。まず、イヤーカフね、ここ3つ全部持ってる。持ってるじゃん。持ってる。持ってるでしょ。この間見た。これ3つ持ってる。ちなみに一番右上、左上、5はゴールド。で、右上がシルバー、下がシルバー。あ、意外シルバーがね、増えたの。持ってたもん。そう、で、あとこれは、そう、これ、ね、ゴールド、ボルケーノ。あかねちゃん試してたもんね、ホットあかねちゃんも。あかねも試してた。あかねゴールドだったでしょ。あかねゴールドですね。あとこれも持ってますね、これ定番のヒューム、この間つけてくださった。そう、今もポーチンしております。ありがとうございます。私結構いつもじゃらっとアクセポーチンに入れても持ち歩くの知ってる。そうだから、その時いるレギュラーメンバー、これは喧嘩しないからね。なるほど。そう、あとはあ、この手前の1万2000円の月のやつ、あ、ループ、はい、持ってますね。で、これつけてるイメージある。うん、ほんと、うん、これかわいいよ。こう置いてるのとつけた感じって全然違うよね、うん、イメージ。違う。どっち持ってるっけ。シルバー、シルバーちょっとつけてみて。イヤカフさ、それぞれさ調節、ちょっと鏡に、あ、後ろにあります。上につけよう、ここにつけよう、手につけようとか。ちょっとずつだね、そっち。ああ、これも簡単だな。私もつける概念なかったんだけど、ほら、ああ、全然違うんだよね。ちょっと一見ごつく見えるのかなと思いきや、面積広いから、薄いから角度によって、そう表情が違うでしょ。そう、今の私コメント100点じゃん。今のコメント100点だよね。100点です。できてるんですよね、今。100点です。結構そこなの。で、あとは、あ、この隣の、まあそうだよね、定番の、はい、12,900円、お安いですね、こちらもお手頃じゃないですか。これ、まあそうですよね、はい、すごいリピーそう、シル、これはシルバー持ってます。あとこれ、うん、ラバー、ラバー、ラバーだ。そう、ラバーですね。でね、これ上と下って大きさ違うの。上はジェム入りです。ジェム入り、そうです、ジェム入り一点物で、石が入る。あ、石が入ってるの、私下だ、じゃあ持って大きさ一緒だもん。それも最後の1点になっちゃって人気シリーズだったんで、これね、ゴールド持ってます。でもシルバー欲しくなってます。まあ、そう、私ゴールド、これ作りますよ、はい、ゴールド。そう、あとこのえ、カズさん、ベビース持ってる。ミ、そう、全部持ってるじゃん。ゴールド、これ多分よく私のインスタで、あ、そうだ、この印象もあるな、拝見してます、うん、ね。で、隣のこのつららちゃんも、めちゃくちゃお持ち、ゴールド、ね。このつららちゃんはゴールド。やばい、本当に引くでしょ。ちょっとディスプレイケース必要だよね。うん、引くでしょ、引くぐらい持ってるでしょ。でもね、フリーってそういう、嬉しい嬉しい、ちょっとなんか中毒にさせる、集めたくなる何かがある。あとこれクリン持ってる、ゴールド、持ちなんですね。そう、
クルリンパのツヤがある方のボールそんなにあったっけ。で、あとはフックですよね。あ、フック、ゴールド、これも結構イメージあると思う。で、隣のイガイガちゃんも持ってる、うん、はお姉ちゃんにプレゼントした、誕生日プレゼントで、お揃い、そう以上かな。あとこれですか、朝朝のクルリンパ引くでしょ、すっごい持ってたいや、引かない引かないけど思い出を変えてこない逆にみんなにこう、なんか私おすすめっていうのがポイントじゃないから全部そう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 。でも、はい、じゃあ、はい、どうぞ。デイリー使いをするものはいランキングする、このシルバー手前ね、あとこのそう、ゴールドのやつラバーそれで意外とつけて可愛かったのがクリップあつけた方が可愛かった。あ、そうそう、フック。あ、そう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 。これも。つけた方が可愛かった。置いてあるよね。うん。そう。で、このイガイガちゃんとかは、あのね、海とかでつけると可愛かった。あんま主張してなくて。なるほど。そうそう。でも、すごいやっぱ光るんだよね。存在感があるから。まあ、そう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 。で、ちょっとなんか、ガーリーに決めたい日っていうか、うん、女の子らしく着たい時は、ボヘね、ボヘ。そう。あと、ボヘとかね。私の大好きなボヘミアンね。そうそうそう。そうそう、の時とかあれをつけるとちょっとね、特別感的な。これ本物のカスミソウから撮ったよ。そうなんだ、私今カスミソウから撮ったよ。いいよね。ですかね。あと、まあこっちはつけてるやつ、あとこれも持ってるよ。これめっちゃレギュラー。あ、そう、使ってたね。右の上、右の上、2番あ、グレーシャー、うん、かな。そう、よく名前覚えてるね。グレーシャーリング、そう、のシルバー、シルバーは、これ定番、これと同じで、ちょっと レギュラー、うん、グレーシャはこれの下です。あ、これこれ、うん、これピンキーにつけるの可愛いね。そうなんです、デザート可愛いね、シルバーでまとめるのも可愛いね。デザートはもうあるだけだよ。はい、限定です、直営店限定です。どれが、そう、デザート今こういうやつ。ああ、そうなんだ。これですね、ですかね、うん、ここちょっと特別ゾーンじゃん。そう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 、石が入ってるから。これは一点物ゾーンだよね。一点物です、石系の。こっちもそうです。手前はゴールドだ、うん、ちょっと桁が変わりますね。そうですね、いやいや、一生物です。そろそろ一生物です。ねえねえ、これもプレカスタムの一生物系です。へえ、カップル買っていく、やっぱり。いや、カップルもちろん多いですよ。でもまあ、あのカップそれだけに限らず、まあ自分へのご褒美とか、そういうふうに自分であの名前入れたりとか、記念日入れたりとか、うん、そういう、確かに、うん、全然そのウェディングだけじゃないから、うんうん、やっぱあれ、奥様のワンちゃんとか、うん、お揃いで今つけてるの。お揃い1個もないね。そうなの。そうだね、もうだからいっぱい持ってるから。まあね、どれかしらか、まあ、いっぱい持ってるから、でも、かぶるでしょ、どれかしら。いやー、いやだから、あ、そうだね。こういうのってあるじゃん。デブリスかぶる、デブリスかぶる。そうだね。でもね、一応、だから、ウェディングリングがあったら、ウェディングリング、愛のウェディングリング、ハーツ。ハーちゃんの？ハーツはね、そこの上に乗ってます。手前の。あ、ほんとだ。これね、はいちゃん、それなんだ。ウェディングリング。かわいい。パッカンやった。ああ、教会でね。へえ。いいね。でもね、こういうのがいいって言われたから。じゃあ、これでみたいなね。まあ、男性の方とかは、まあ、彼女と一緒に、お店に来店してもらって見てもこんだけ種類あるからね。でももしプレゼントするんだったら、うん、こういうベーシックなもの、うんうん、こういうのとかこういうのとかこういうのとかだと、ね、つけやすい、うん、つけやすいから。なるほど、ね、もし一人でサプライズであげるんだったらこういうシンプルなやつがいい。あとサイズだけね、分かっといてもらった方が。それはなんかちょっと女友達とかに偵察してもらって間違いないですね。あるある。え、それが一番いいか。そうだよね、どうやってもサプライズだったらね。あ、そうだよ。でも、まあ、もし一緒にやす、もしさ、万が一彼女がね、あのアクセサリーあんま詳しく知らなかったしますで、彼がここ見つけますと来たら行きの彼じゃない。あ、そう。俺のおすすめの古いっていうアクセサリーショップでプレゼント買えみたいな感じで一緒に連れてきて選ばせるの、いいじゃん、うん、そう思ってもらえたら本当嬉しいね。
男性の皆さん行きですね。プリューイまで連れてきてくれたら行きでしょ。行きです。まあそれ嬉しい。もし実際指輪のサイズが分かんない場合は何がいいかな。イヤカフ、イヤカフが、まあピアスが開いてればピアス、ピアスだね。まあ、それこそヘアシリーズなんかサイズは、ね、サイズは全然ない。でも最近はね、チョーカーも多いですよ。あサイズ、パパパパーンしたいの。これパパパパーン、パパパパーン、どう合ってる。あ、めっちゃ似合ってます。めっちゃ可愛い。まあ、ウェディングの時はピンとか止めたりね、したらいい。あら、これね、耳にかけるの正解。あ、そういうのかけた。なんか私このままどこに行っちゃうのって感じじゃない？かわいい。あら、すごい似合ってる。ほんと？これ憧れだよね、女子。あ、でもちっちゃいね。ノビさん入ってないんだけど。ノビさん入ってないんだけど、ちょっと人より少ないんだよね。すごいじゃん。ちょっと少ないんですよ。これかわいい、憧れる。でもあれでしょ？レンタルもやってるんでしょ、噂によると。あ、そうそう、まあ、ほぼレンタルのみですね。あ、そうだ、まあ、変わった。そう、じゃあ、だからやっぱり一日レンタル。いや、何でしょう。4泊5日です。4泊5日してくれんの、この人。いいね。あ、でも前撮りがあったりとか。そうなんです、そうなんです。今のコメント100点じゃないですか。120点です。120点。気にしてる。朝らしいから。で、そういうことで前撮りしたりとか、記念になんか写真撮ってもらったりとかね、いろいろあるもんね、パーティーとか。ね。そうなんです。これもだから、これ作るのすごい大変で。大変だった。まあ、本当大変。あの、それこそ、あ、本物の、かすみ草をこういろいろ組み合わせて、作って図にして、それをまた組み合わせて、で、この後ろの幹の部分というか、ここの部分はまた違う、木を鉄にして、で、また溶接して、で、またこのグレーディングして。時間がかかるんですね。本当に時間かかる。かかる。かかった。めっちゃかかります。できた時の達成感ね。そうだね。まあ、つけてくれて、まあ、今みたいにさ、こうなって、やっぱ感動はあるよね。感動あるよね。そのためにあった。かわいい。ちょっと高価なものなんです。します。で、新しいやつ知ってる？思った。それ見たことない。まだお披露目してないやつ。そうなんだ。ちょっと変わったことし。ほんとだ。あ、でもこっちの方がちょっとあれかな、ガーリー要素ないのかな。こっちの方はもうちょっとモード感あるので。そうだね、ちょっと変わった感じ。かわいい。似合います。色物系のドレスとかだったら、シルバーとか。あ、そうだね。入るかもね。結構多いんだよな、シルバー。うん。やっぱ白で、純白な感じするもん。確かに。そういう要望のもとに。へー。あとやっぱジェムクラウンだよね。これ？あ、こっち。ホームクラウン。ジェムクラウン。本当は、バレッタがあるんだよね。それの？去っていきました。かわいいね、ここ。クラウンシリーズ、そう、あ、そう、それもかわいい。これも好きよ。あ、そうか。うん、そのイメージの。また小さ、本当に普通の大きさ。ちょっと本当は縮めないと本当にダメだけど。かわいい。こういうシンプルなのもいいね。あ、そうそうそう。三列の方とかでもいいし、まあもちろんその花嫁さんとか。これだったらちょっとピアスの存在。うんうんうん。かわいい。かわいい。これこそ私なんか、あれの時につけたい。式じゃなくて、その次の二次会みたいな。二次会とかの時とかにさ。ああ、ちょっとね。結構かわいい。なんか品があるなって感じ。器とかして。確かに。その上にさ、この上にこう。そうか。おろしてつけてもかわいいよね。
おお、すごい。磁石になってる。はい。磁石になって。それで最初にあの止めて、でバリテだけ止めて、冠を芯つけるとバシッとするんですよ。ああ、そう。結構ね、固定されますよね。そう。まだまだ日々。ありがとうございます。ちょっと見てもありがとうございます。ありがとうございました。